小鞠様が身を粉にして戦っておられます。思い出すだけでも感動してしまいますね。大変だっただぞ。ミリセントのやつ容赦なく魔法を使ってくるんだ。それでもめげなかった小鞠様は素敵です。私のためにこんなに頑張ってくださるなんて。まあお前は私のメイドだからな。その働きに報いてやるのは主人として当然の義務だ。お前はいつも頑張ってくれているし。ああ小鞠様、これからは犬のように一生ついていきます。どうか私のことを末永くおそばに置いてくださいね。うわ、犬みたいに抱きついてくるな。コマリニウムがゴゾロップに染み渡ります。あっち行けこの変態。それにしてもあんまり記憶がないんだよな。ミリセントに吹っ飛ばされたことは覚えてるけど、その後何がどうなって勝てたんだ。もちろんコマリ様の超すごいパワーが発動したからです。それはないだろう。多分第七部隊の奴らが駆けつけてくれたんだ。それか隕石が降ってきて運よくミリセントに命中したんだろうな。いいえ、ご覧ください。コマリ様、コマリ様の超絶奥義によってテロリストがコッパみじんに粉砕されております。は？なんだこれ、私の記憶にない映像が流れてるんだが。列角解放、孤高の弔いです。意味わかんないよ。また立国新聞の奴らが捏造してるのか。やっぱり覚えていらっしゃらないのですね。まあコマリ様の中には全世界をオムライスにできるだけの力が眠っているということです。なんか納得いかないんだが。いずれにせよ二人とも無事だったのでよかったです。これにて一件落着ですね。コマリ様は引きこもりを脱却することもできました。うん、そうだな。これで立派な社会人です。明日からはお仕事が山のように待ち構えているので覚悟しておいてくださいね。やだ、なんで仕事しなくちゃいけないんだよ。コマリ様が七具天だからです。やっぱり引きこもりたい。一日中ベッドでぐーたらしていたい。めでたしめでたし。